皆様こんにちは。札幌グルメひんなひんなの宗です。本日ですね、ご紹介いたしますのはすすきのにございます立ち食い寿司のちょこっと寿司というお店になります。こちらのお店ですね、ちょっとお寿司ってやっぱちょっとわからないじゃないですか、行きづらいと思うんですよ最初は。でその中でもね、ちょっとやっぱリーズナブルなお寿司をちょっと今回行ってみようと思いまして、探したら何かね面白いお寿司屋さんに出会いましたので、ぜひどんなお寿司屋さんかご紹介したいと思います。ではどうぞ。はい、こちらのお寿司屋さんはすすきの駅のね、ほんともう真上直結に近いぐらいいい第2グリーンビルになります。日課ウイスキーのね看板だとかがあるところのほんともう近くのビルでございますので、わからない方 もう超立地抜群の場所にあります。でカウンターだけのね6席ぐらいのカウンターしかないので、ぜひねちょっと満席になることも多いので予約で行ってみてください。で今回ね何が面白いかと言いますと、ここね沖縄と札幌にお店がどうやらあるらしくて、飲み物だとかね札幌沖縄のものを飲めたりするんですよね。で今回飲んだのがシークワーサーサワーなんですけども、こちらね最初は、ちょっといくらだったかな、700、800円ぐらいするんですけども、おかわりで中のシークワーサーが溶けてくるとまたこう濃くなって美味しくなるっていう、2杯3杯飲んで美味しくなるようなお酒でございました。でもう一つのね良さがね、69円で楽しめるお寿司がね毎日日替わりであるんですよ。で今回は島沿い、北海道でね有名な島沿いがその おすすめになっておりました。であとはね高くとも500円ぐらいまででございます。なので、まあ、セットだとかもあって、そのセットが5貫で980円から、まあ、大体2000円ぐらいのセットがあるので、0時会だとか、まあ、こうちょっと今から楽しもうかっていう前に行っていただくと、まあ、大体2000円ちょっとでこうサクッと食べて、じゃあこっから遊ぼうっていう感じでも使えるお店なので、かなり使い勝手がいいお店でございました。今回ね僕はその中でも6000円ぐらいね結構本気で食べてきて、いろんなものを食べたので、ぜひ続きの動画もご覧ください。ではどうぞ。
はい、札幌のお店。あ、はい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 、前の札幌のビタミンというはい紹介。あ、よかったですか。はい、こちらの本日は分かる。